サンブレイクのラスボス、ガイアデルムの装備についている新スキル福間共鳴。今回は一見使いにくそうなこのスキルを、うまく使いこなす方法の紹介だぜ。よし、入室できたわよ。オーケー。クエストを貼るから、ちょっと待っててくれ。待ってる間に、ちょっとマリサの装備を見せてもらおうかしら。ふむふむ。あれ？この見慣れない防具は何かしら？うん？どうした？見たことない防具で見たことないスキルが発動してるんだけど、これは何なの？ああ、福間共鳴のことか。これはラスボス防具が持つ、キュリアをまとうスキルだぜ。そのままだと一癖あるんだが、いろいろ工夫をすることで進化を発揮できるスキルなんだ。そう聞くとすごく気になるわね。ちょっと詳しく解説してよ。いいぜ。じゃあ今日は、この福間共鳴をうまく使う方法について紹介していこうか。一体、どんな方法があるのかしら？まずは福間共鳴というスキルについて説明していくぞ。福間共鳴には、3つの大きな特徴があるんだ。この特徴を理解していないと、うまく扱うことはできない。ラスボスのスキルだけあって、上級者向けスキルって感じがするわね。福間共鳴の1つ目の特徴、それは体力が減少し続けるというものだ。このスキルが発動している間は、毎秒1ダメージずつ体力の赤ゲージが増えていき、体力の赤ゲージが自然回復することもない。それは大きなデメリットね。リスクが高すぎるわ。二つ目の特徴は、体力を吸われ続けると能力が上がるというものだ。福間共鳴が発動している間は、ハンターの周りにキュリアが飛んでいる。最初は一匹だけなんだが、体力を50数ごとに一匹ずつ増えていき、最大3匹までまとうことができるんだ。キュリアの数が増えると、何かいいことでもあるの？キュリアの数が多いほど、能力が大きく上昇するんだ。早替えの初赤を使っているときは属性値と状態異常値が、早替えの初青を使っているときは攻撃力と気絶値が上がるようになっているぜ。早替えの初の色で能力が変わるなんて、珍しいスキルね。三つ目の特徴は、早替えで体力が回復するというものだ。例えばキュリアが2匹いるときに早替えをすると50回復し、3匹いるときなら100回復する。ただし、早替えをするとキュリアの数が1匹にリセットされてしまうけどな。それでも、即座に回復できるのは嬉しいわね。ただ早替えでキュリアが1匹に戻ると能力の上昇もリセットされてしまうから、一長一短ではある。だから攻撃性能を上げておきたいなら、早替えは封印することになるぜ。普段は使わないようにしておいて、緊急回復用として使うのがいいってことね。そういうことだな。それじゃあそれぞれの特徴について、もうちょっと深掘りしていくぞ。まず一つ目の特徴である、体力が減少し続けるというものだが、特定のスキルとものすごく相性がいいんだ。どんなスキルなの？一つは逆恨みだ。このスキルは、体力に赤ゲージがあると攻撃力が上がるというもので、福間共鳴の発動中は常に赤ゲージがあるから、逆恨みが常時発動することになる。そのコンビネーションは確かに強いわね。ラスボス防具である名炎天外シリーズには、逆恨みのスキルポイントもあるから、公式公認のコンボというわけだな。それなら、一式揃えて使ってみたくなるわね。他にもシナジーが高いスキルがある。それが火事場力だ。火事場力ってどんなスキルだったかしら？火事場力は体力が 35% 以下の時にステータスが上昇するスキルで、レベル5まで上げると攻撃力を 1.3 倍にすることができる、超強力な火力スキルだ。福間共鳴の発動中は常に体力が減り続けるから、火事場状態を簡単に維持できるんだぜ。ものすごく身を削った戦い方ね。でも、それだとキュリアに体力を吸われ続けて、最後にはダウンしちゃうんじゃない？いや、福間共鳴のスキル効果で体力がゼロになることはない。だから、安心して火事場状態で戦っていられるぞ。安心してって。とはいえ、体力が1なら小型モンスターに小突かれただけで即キャンプ送りだ。絶対にダメージを受けない自信がある、超上級者向けの戦い方だな。私には一生無理な戦法ね。それじゃあここからは、二つ目の特徴で挙げた能力上昇について詳しく深掘りするぞ。確か、早替えの初赤なら属性値や状態異常値が上昇して、早替えの初青なら攻撃力や気絶値が上昇するのよね。それで、キュリアの数が多いほど上昇値が増える、だったかしら。よく覚えているじゃないか。それじゃあ、スキルレベルとキュリアの数による上昇値の違いについて見ていこう。まずこれが、早替えの初種で上昇する属性値と状態異常値だ。スキルレベル3でキュリアが3匹いる状態だと、属性値がプラス20もされるんだ。属性値がプラス20されるって言われても、いまいちピンとこないわね。どれくらいすごいの？例えば、属性強化スキルで属性値をプラス20にしようとするなら、一番効果の高いレベル5でも武器の属性値が80必要になる。そして、属性値が80を超える武器は一部の体験だけだ。実質的に、属性強化スキルで福間共鳴の右に出る者はいないんだぜ。属性値プラス20って、そんなにも強力だったのね。しかも福間共鳴は他の属性強化スキルとも併用可能だから、属性武器の性能を大幅に強化することができる。
この前も属性武器が復権したって言ってたけど、こういうことだったのね。それなら、状態異常も福間共鳴と相性がいいの？いや、状態異常の場合は属性値に比べて上昇量が低いんだ。正直、普通に状態異常強化スキルを積んだ方が運用しやすいぜ。もちろん、強化スキルとの併用は可能だが、体力減少というリスクを負ってまでする必要はないと思うぜ。それは残念ね。それで、攻撃力上昇の方はどうなのかしら？攻撃力の上昇値は、こんな感じだな。スキルレベル3でキュリアが3匹いる状態だと、攻撃力がプラス35される。属性値がプラス20だし、攻撃力を上げた方がいいのかしら。物理と属性だとダメージ計算のやり方が違うから、どっちが強いかは難しいところだな。だが、攻撃力プラス35という数字は、決して高くはないぞ。どういうこと？例えば、攻撃力350の武器の場合、攻撃スキルレベル7を発動させた時の上昇値はプラス45だ。レベル6でもプラス37されるから、福間共鳴よりも上昇値が大きい。属性とは違って、攻撃力は他のスキルに負けるのね。気絶値も上昇するから一概に弱いとは言えないが、攻撃力目当てなら、デメリットがない別のスキルを発動させた方がいいだろうな。それもそうね。つまりマリサは、福間共鳴は属性武器と相性が良くて、早替えの初赤をメインで使うといい。って考えてるってこと？私はそう思ってるぜ。属性武器と相性がいいなら、武器種によって向き不向きがありそうね。どんな武器種と相性がいいか気になるわ。それじゃあ次は、福間共鳴と相性がいい武器種について紹介していこう。それで、福間共鳴と相性がいい武器種って何なの？当然のことだが、属性武器が強いとされる手数型の武器種とは相性がいい。代表的な武器としては片手剣や双剣があるな。確かに、属性強化が強いから当たり前よね。だが実は、手数が多い片手剣や双剣よりも相性がいい武器種が3つあるんだ。それが、チャージアックス、ライトボウガン、ヘビーボウガンだぜ。ボウガンは手数が多いからなんとなくわかるけど、チャージアックスって？手数が多いから相性がいいというわけではないぞ。この3つの武器には、物理ダメージよりも属性ダメージの割合が大きい攻撃がある、という特徴があるんだ。うん？いまいちピンとこないわね。一つずつ説明するぞ。まずチャージアックスだが、属性ダメージの割合が大きい攻撃は属性解放蹴りだ。特に強属性瓶を装着した超高出力属性解放蹴りは、属性値がダメージを大きく左右する。ここに属性値を大きく伸ばすことができる福間共鳴と属性強化スキルを組み合わせることで、一撃で数千ものダメージを与えることもできるんだ。数千ダメージ？チャージアックス使いの人には、修練場でもいいから一度はこの火力を体験してほしいぜ。私もチャージアックスを作ってみようかしら。次はライトボウガンとヘビーボウガンをまとめて紹介するぞ。ボウガンの場合、属性弾と福間共鳴の相性がすごくいいんだ。そういえば属性弾ってあまり使ったことないんだけど、どういう弾なの？その名の通り、属性がついている弾だな。火炎弾なら火属性、水霊弾なら水属性、といった感じで弾によって属性が変わるんだが、属性弾も属性ダメージの占める割合が大きい攻撃なんだ。そして、福間共鳴は属性弾のダメージも上げることができ、属性強化スキルと合わせることで、大きくダメージを伸ばせるんだ。属性弾も強くなるのね。モンスターの弱点属性に合わせて属性弾を打つことで、効率よく狩りができるようになる。もちろん、属性貫通弾の威力も強化されるから、それらを打てるボウガンがとても強力だ。今まで属性弾を使ったことなかったけど、使ってみたくなったわ。こんな感じで、福間共鳴は武器種によってはとても強力なスキルなんだ。火力を求めるなら、使ってみるのもありだと思うぜ。でも、福間共鳴って体力が減り続けるんでしょ。いくら強くても、さすがにそれだと使おうって気にはならないわね。ただでさえ被弾が多いから、私だったら先に力尽きてしまいそうだし。確かにそうだな。それじゃあ次は、福間共鳴と相性がいいスキルについて紹介するぜ。ここからは、福間共鳴と相性がいいスキルを紹介していくぜ。どんなスキルと相性がいいのか気になるわね。まず紹介するのは、メルゼナの防具で発動する血気というスキルだ。このスキルは、破壊済みの部位を攻撃すると体力が回復するという効果がある。福間共鳴で減った体力を血気で回復するというわけだな。確かに回復できるなら、福間共鳴のデメリットは気にならなくなるわね。しかも、この二つのスキルは、体と腰をメルゼナ、腕と足をラスボス防具にすることで、両方ともを最大レベルまで発動できるんだ。これはすごいわね。おそらくだが、開発側がわざと両立できるようにスキル配分をしてくれたんだと思うぜ。この2匹は因縁のモンスターであり、共にキュリアの宿主となった経験もある。片方は体力減少、もう片方が体力回復と、能力が対になっているのもいい感じだよな。ストーリーとスキルの両方でシナジーを感じさせる演出って、とてもいいわよね。頭防具は自由枠だから、一
必要なスキルがあればここで補うといい。私の場合は、カイザー X をつけてさらに火力を増すようにしている。私だったら、セイラーフードをつけて強王を発動させるかもしれないわ。回復手段があるとしても、やっぱり不安だもの。それもありだと思うぜ。それに決起は、部位破壊をしないとそもそも体力回復ができない。だから、弱点特攻や破壊王といったスキルを発動させて早めに部位破壊を狙うのもありだぜ。装備だけでも、弱点特攻1、破壊王2がついているから最大レベル2させやすいしな。シナジーがあるスキルも最初からついているなんて、すごく親切なのね。だが、このスキル構成も完璧ではない。え？どういうこと？決起は部位破壊した場所を攻撃しないと回復しないわけなんだが、そもそも攻撃しやすい場所が破壊できないモンスターとは相性が悪いんだ。大名ザザミや将軍ギザミ、ラージャン、オオナズチなんかが典型的な例だな。そっか。部位破壊できないと回復が封印されちゃうってことだもんね。それじゃあ、そういう相性が悪いモンスターとはどうやって戦えばいいの？もしかして、そういう相手には福魔共鳴は使わない方がいいとか？いや、そんなことはないぞ。福魔共鳴のデメリットを軽減できるのは、何も決起だけじゃない。実はお団子スキルやアイテムを組み合わせることで、対策することもできるんだ。どんな方法なの？教えてちょうだい。福魔共鳴と相性がいいお団子スキル、それはお団子強回復力、お団子医療術だぜ。お団子強回復力は非戦闘時に体力が回復し続けるというものだが、飛び竹節を使ってレベル4にすれば戦闘中でも回復するようになるんだ。福魔共鳴を上回るほどの回復力はないが、それでも十分な効果がある。赤ゲージの自然回復は止まっちゃうけど、こういう回復なら問題ないのね。そうだな。そして、お団子医療術は血気や回復アイテムの回復量を増やす効果がある。この医療術とこんがり魚を合わせることで、さらに福魔共鳴のデメリットを緩和できるんだ。こんがり魚の回復量をお団子医療術で底上げするのね。そういうことだ。さらに言うと、レベル4お団子強回復力、レベル3お団子医療術、体力回復量アップ1、こんがり魚を組み合わせることで、福魔共鳴の体力減少を回復量が上回るようになるんだ。そうなれば、より安全に戦うことができるぜ。すごいわね。これなら私でも福魔共鳴を使っていけそうだわ。このお団子スキルとこんがり魚でデメリット効果を消す場合は、頭、体、腰の防具が自由になるんだ。スキルの自由度が高くなるから、決起以外のスキルを使いたい人にはおすすめだな。私なら、決起と両立させて安全に戦いたいわ。以上が福魔共鳴のスキル解説だ。デメリット効果が大きく使うには一癖も二癖もあるスキルだが、使いこなせたら強力なスキルなんだぜ。メルゼナの装備と親和性が高いというのには驚いたわ。私なら、福魔共鳴と決起を両方発動させて戦いたいわね。いいじゃないか。ちなみに、その二つのスキルを同時に発動させるスタイルは福魔決起と呼ばれているんだ。サンブレイクをプレイしているなら、一度は試してほしいスキル構成だぜ。マリサ、早速クエストを進めていくわよ。私も早く装備を作りたいわ。わかったぜ。今日はとことん付き合おうじゃないか。福魔共鳴の効果や使い方がわかった人は高評価を。他にも、新しいスキルの解説をしていくから、気になる人はチャンネル登録もよろしくね。福魔共鳴を使ってみた感想やもっといい使い方を知っている人はコメントで教えてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。